ヘル、よろしくお願いします。やっほー、ようこそ夢まか不思議世界へ。今日の講義内容はクーデターについて。ただ普通に述べる話に、今日の話題はクーデター 5.15 事件、 2.26 事件、これ昭和に起こってるから昭和維新、このクーデターと明治維新、岩倉具視、西郷隆盛、大久保利通、木戸幸印らがやったあの明治維新、クーデター、この違いについて述べてみよう。どうかな。学校ではそういうのは出てけへんと思うの。実社会へ入って、例えばの話ね、同じクーデターでも失敗するクーデター、成功するクーデター、例えば江戸末期で言うたら大塩平八郎の乱、陽明学で自分の本を売ってよーし言うて言うときながら大阪の町の4分の1焼いてみたいな、自分は死んだからええかもしれへんけど、自分はええことしてるかもしれへんけど、さてどうかなみたいな、どんだけみんなに迷惑かけてんのみたいな、果たしてそれは正しいクーデターと言えるかね。結局リーダーは一人で、誰一人部下もおったけれども分かってないこと、何かがあったら全部嫁はんの言うた通り払いとかすぐ裏切ったりとか、だから50人もどうこう無理やっていうことね。いろんなクーデターがあったんやから、だから慶喜はじめいろんな連中、そしてこっちが岩倉具視はじめいろんな連中、こうすればこうする、こうすればこうする、ありとあらゆることを考えてるわけ。想定外のことが起こってもすぐに対処する、いろんな方法、これがすごい要求されること。この1932年、これ青年将校やけど、これは陸軍やね。で次1236年 2.26 事件は、これは陸軍やね。言うとくけどね、陸軍と海軍は全く別やからね。予算も別、動向も別、県営の中でめちゃ仲悪いからね。同じ陸軍もいても全然違うから、それだけ頭のどこか置いとってね。考えられるか、このクーデターと大きく世界が変わったらクーデターではないねん。例えば人心の乱って言うたら政権が変わってしまうやんか。だから悪者じゃないねん。天武天皇悪く言われへんやろ。天智天皇が亡くなって、その息子の大友皇子と大和皇子が戦って、弟が勝ったりですよ、息子が負けて。でもこれもクーデターやからね。でも成功すれば普通に学校で普通に習う、歴史を何気なしにスーッと習う。だって今それを明治維新かって、なるほどなみたいな、大政奉還から王政復興あんまり言えへんやろ。そういうことみんな言うたらあかんのかもしれん、また知らんのかもしれん。例えばピーター大帝、あ、これみんな謝らなかんねんけど、ピーターもピオートルもピーター大帝、ピーター一世、ピオートル一世、ピオートル大帝、全部一緒やからね。だからマイケル、ミカエル、だからシーザー、カエサルみたいなもんや。呼び方いろんなあるけどな。俺普通で会話するときはピーターって喋るからピーター大帝やけど、書くときはピオートルって書いたりするけどな。それちょっと一応言うとこは頭ごっちゃなったらあかんから、そんなんも自分で、あれ俺がいい、そこ間違ってんのかなって一遍調べたらいい、あ、なるほどな、みたいな。そんなしょっちゅうあるから。俺は、あ、当たり前と思って喋ってるけど、当たり前じゃない部分っていっぱいあるからな。
当然間違ってる部分もあるからチェックしてほしいね。で、昭和維新。で、これは後のもんが言ったかもしれへんけど、2.26 は自分らでも言うてるはずやからな。で、これはなんでって言ったら、クーデター、青年将校、頭ええねん。でも、戦争の経験ないねん。みんな20代の若者やから。で、この1932年は、20人から30人ぐらいね。そして、首相官邸、犬飼強氏ところを襲撃したのは9人やね。あとが、立憲政友会な。政友会の事務所行って、大臣やつけたりとか。あとあるやつら、配電盤行って、電気全部停電にしたりとか。成功したのは、犬飼強氏の、いっとこ行って、やつけたやつだけな。あとが全部失敗してんね。ということは失敗してもこうする。こうするっていうのは全然打ち合わせがないから、もし政権取ったらこうしようなんてないわけ。とっさの思いつき？明日の未来を夢見てってやってるけど、全く違うね。人の命をそんな簡単に粗末にしたらあかんっていうことやねんけどな。なら、これは20人から30人や。じゃあ、これはってなると、これはなんと1500人やね。これは、向こう海軍に関して今度は陸軍やね。たった4年のうちにな。なんでどう違うかって言うたら、ここは、こっちもそっちもそうやけど、主導者って普通必ずおるやんか。江藤新平とか、前原一世とか、誰かおるやんか。西郷隆盛とか、おれへんやんか。おんねんで。やけど、ここの、1936年っていうのは、北一揆やつがおんねん。これ思想家やねん。その思想家がこうやって植え付けて、で、今度ここの上層部おれやん。上層部が焚き付けてみたいな。みたいなんで起こしてる反乱やから、1500人のうち、多分1450人ぐらいは何も知らんねん。軍部の命令やからはい。上層部の命令やからはい。何も考えへんねん。だから当時の兵隊さんなんかにしてみたら、天皇さんははいかもしれへんけど、上司の方が怖いからな。もう自分のはい、はいって必死やから。上司の言葉はもう神の言葉みたいなもんやからな。言うこと言うけんだ、僕はどつかれてみたいなんやからな。生活かかってるからね。だから実際にほとんどの奴らは右往の人のわけわからんけど、だから処分されて死刑になったんかって20年ぐらいちゃうかな。全部が全部じゃないから。で、これの全くの違うところっていうのは、要は二つともそうやねんけど、天皇陛下から勅令を出してやったやろ。岩倉具視は、確かに孝明天皇は仲良いけど死んじゃった。次、明治天皇、16歳、15歳や、会われへん動向で勝手に直令出しとったやんか。自分が勝手に公家やから。あと、錦の宮田も勝手に作っとったやんか。とんでもないことやけど、勝てば官軍って言うたやんか。ここもそうやもん。5.15 の時は、犬飼強が、話せば分かろう言うて、バン、鉄砲、撃って歩いてるやんか。あれほんまなんかちゃうらしいけどな。まあそんなん、前は、まあ、どういうことか言うたら、バーッと来て、青年将校を撃ったことないんか。何も言われて、バーンと行って、行ったら次、女中さんが、彼らを呼べ、話せばわかるからもう一回彼らを呼び戻してくれ、って言うて、死んでいったみたいだからな。それはちゃんと、その女中さんが録音してテープに残ってんねんか。で、最初の書物はみんなそうなってんねんけど、だんだん尾ひれがついて、かっこよくみたいな、話せばわかるで撃たれた方がええわ、みたいなな。で、その助長さんの言うけど、バンバンって言って、急いで行ったら、もう最後の人がちょっと見えたぐらいで、みたいな。もうだから怖かったんやと思うねん。彼らはな。で、今度、2.26 の場合は、北一揆に言われた通り、上司の言われた通りで、結論的にはほら、5.15 の時は、自分らは成功したけど、あと、首相官って、政友会失敗した。で、配電盤も失敗した、みたいな。だもうこれはあかんわ、言うて自首すんねん。夕方の6時に。朝一番で、夕方の6時に自首すんねんからな。ほんなら、世論が、
その青年将校らに味方して嘆願書でなんとかこう罪を免れるように庶民からそういう嘆願書が上がったぐらいからな。でこれ4年のうちやん。4年のうちはもう規模がでかいやんか、1500人でみたいな。でも彼らはこれもし政権取ったらこうこうするかって何にも考えてないわけ。きっと言われたままどうこうで熱く煮えたぎってやったけど、あんまり服を考えへんかったことで。だから俺が今言うのは、このクーデターは明治政府、岩倉具視のクーデターとどう違うかみたいな。いろんなことを考えてる。こうなった場合はこう。こうなった場合はこう。三段階ぐらいなんか、将棋もせんか。こういったらこう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 だって考えてるやん。企画書も全部そうやで。もし何か起こったらこう。なし何か起こったらこう。それは過去の経験とかいろんなことで対処ができるわけやんか。だからその組み合わせってものすごい予算あるわけやんか。そんなことをやれへんから、すぐに会うとなって。だから、ちょっとあまり客観的によりも具体的にはな。この、犬飼剛、若い時から優秀で、みたいな。彼は新聞記者やってて、同行で、で、衆議院に立候補して、一発で当選して、ずっと連続で当選するんやんか。で、みんなから人望も扱って、みたいな。で、理想の国家を作りたい、みたいな。まあまあ、こんなパターンあんねんけど、まあまあ、ええわ。まあ、俺これ見やんと喋るわな。だから彼が何がすごいかって言ったら、1925年に引退すんねん。当然みんなに惜しまれてんねんけど、いや、もういいわ、みたいな。で、田舎暮らしすんねん。ってな、それあるかな。田舎暮らし。ないかもしれんな。俺、その絵見えへんかった。入れてきてんけどな。入れてないわ。あ、入れてないわ。前は、まだばっかりやな。量多いな。彼は、1925年やから、32年やから、7年前やわな。7年前だ。彼は76で死ぬから、69歳。約70歳の時に、もう一回、政界は戻ってくるね。それどんなんか言ったら、比例代表制で誰か亡くなったから予備投票があってんか。彼知らんうちに勝手に犬飼剛って予備でやって通んねんやんか。で、言うて、70歳ぐらいでもう一回政界帰ってくる、ね。みんなに慕われてやで。で、それから76年に、76歳から1932年に亡くなるわけや。な、で、どういうことかって言うたら、犬飼剛が亡くなるやんか。亡くなったら何が起こるかって言ったら、今まで全部最初の頃って考えて、最初の頃言ったら、まあ、江戸の末期って言ったらさ、土佐勤王党みたいなのあったやんか。なんとか党、なんとか党みたいなやつってな。で、それが、明治政府になるやんか。そしたら今度はな、軍閥や。薩摩、長州、土佐、備前や。でもほとんど、薩長ばっかりや、薩摩、長州ばっかりや。軍閥っていうねんか。で、そうこうするうちに、いやーって政党、あれや、何々と、何々とって、一番最初に作るのが、板垣大助、土佐で待てみたいな。彼はほら明治7年の政変で西郷隆盛と一緒にゲアしてるやんか。で彼が愛国党とか作って、まあ要するに政治組織や、愛国党とか作って、あと立社とかいろんなのできんねんか。最終的に来るな。まず愛国と愛国者とかするんだけど、でまあ立社と片岡健吉って同じような土佐やねん。で愛国者作って稲垣大輔で、1875年やな。で次1880年に愛国者だけではピンとけえへんから、国会期
で国会規制同盟で国会へ作って俺ら生かしてくれみたいな同盟作んねんか。一緒で名前が変わるだけやんけど。で自由党になってこっから立憲改進党、これ大隈重信っていうのはこれはイギリスやねん。んで板垣大輔だろ、フランスやねん。フランス流とイギリス流、わかりやすく言えばな。でそれとは別で立憲帝政党なのね。でこの福地源次郎っていうのはどっちか言ったら与党べったりや、わかるかな。だから薩摩とか長州とかやんか、要はな、反発ので。これ83年に解党でみたいな。でこの1890年、これもあの薩摩長州の勢いがあったとかやね。でこれずっとやっていくんやけど、でここは立憲改進党で、どっちかというとここはイケイケの方やね、自由党みたいな。あとこれもちろん長なんだけどな、自由党とかこうなって、あとこれ一緒になったりとかこうすんねんけど、一応流れの中でこれがこんなんが2つもあるわけ。これ全部こうやっていろんなビャーってあんねんけど、これ喋ったらもう長くなんねんけど、アウトラインだけ分かってくれたらええわ。だからアウトラインだけ分かってくれっていうのは、大きな流れの中で、大きな流れの中でな、まず幕末があってみたいな。でそれから与党と野党や。その時に与党っていうのは薩摩とか長州やで、でそこへ愛国党とか自由党とか、でそこへ大隈重信、大隈重信ってあの土佐、あの備前やからな、薩長土肥、土肥が組んでみたいな。なら立憲改進党とその板垣大輔、ほら民選議員設立憲白書とか出したりするやんか。ほんでまあ、いろんなことがあって10年のうちに国会開設しましょうってなんねんか。それが1890年やねに議会を、じゃあみんなお前らも選挙できるようにしましょうみたいな。でそこへ行くまでにもいろんなことがあんねんけどな、もうこんなん一個一個喋っていったらすごいこう長なんねんけど、こうこんなんもな、自分で見てくれたらいいねん。俺今まで今日言いたいのはクーデターの流れやねん。だから犬飼剛にしてみたら薩摩長州クソくらいみたいな、ちゃんとしたやつをやろうやみたいなことを言うてんねん。だって犬飼剛って多分岡山かどうかのはずやと思うからな。だからもう薩摩長州しかないのがいやみたいな。で今度犬飼剛がやられるやん。そしたら政党がなくなんねん。どういうことか言ったら、今でもそうやろ、与党の第一党の一番偉いやつが総理大臣になるやん。例えば今自由民主党の党首は総理大臣やろ。それをなくすね。1932年以降犬飼剛で政権、要するに政党は終わんねん。全部岩倉、あのこいつの、あの犬飼剛の、あとは斎藤誠っていうのは海軍やね。海軍。要するにほら、こいつらが頑張ったから、ほら、やすけできたやつが海軍やったから。で、その斎藤誠の後勝って、岡田圭介、勝って彼、海軍やね。で、今度起こるやんか、このそんなして。1936年に、これが起こるやんか。これ、岡田圭介の時やね。でも、岡田圭介は、間違って、腹違いの弟が殺されんねんけど、少年長子は顔知らんからさ、もうやつけたと思ってんねやんか。で、あと、高橋是清とか、これ何人か、すごいやつは、殺されちゃうんやけどな。ほんなら、こいつらにしてみたら、青年将校にしてみたら、これで天皇に褒めてもらって、どうこれ、みたいな。で、これ、ちょっと話はややこしになるけど、二戸辰吉やつがね、これが天皇機関説というのを出すんやけど、天皇は絶対じゃないと。例えば司法、立法、行政で天皇があるんであって、天皇が一番偉いわけやないって言って、天皇機関説というのを出すね。要は当時にしてみたらすごいことやんか。天皇さんは神様で言うのを、いえ違うで、と。だって、
なんか陸軍がどうこうしたら陸軍が全部責任取ってやろう。首相、行政分かれてるやんか。同じように機関の一個として天皇がおるんやん、みたいな。で、やっぱり世間でガーッなって、な、今度は、犬養毅の後に、斎藤誠。で、その次の、岡田圭介の時に、1936年の 2.2 億時間が起こるわけやんか。だから、彼まだ生きてたからさ、どうするかって言ったら、いや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 、もう天皇はやっぱり一番やと。もうだから関係ないと。もう、司法も立法どうこうも、天皇がはい言うたら、はは、これ大日本帝国憲法の時やからな。だからみんながあーって納得すんねんか。で、これかって二つあんねんか。例えば同じ、あれでも、皇統派言うてな。出すわな。あった方がわかりやすいやろ。要するに、このみな、反乱を起こしたやつは皇統派やね。皇統派やね。要するに天皇神聖、天皇が一番やるやつやね。で、今、ほら、偉いさん。偉いさんらは、陸軍の高官部は、この統制派、統制派やねん。いや、徐々に徐々に陸軍増やしていったらええやんか、みたいなやけど、皇統は、いや、天皇が一番や、みたいな感じじゃんねんか。で、彼らは、相沢事件を起こすねん。相沢事件っていうのは、統制派のリーダーを殺すねん。で、勢いづいてもて、昭和維新や言うて、次やってまうわけやんか。天皇中心の新しい政治体制を作ろうぜ、みたいな。ところが、天皇にしてみたら怒んねん。殺されたやつは大切な自分の部下やんか。一生懸命。激怒すんねん。ほんだら、統制派にしてみたらさ、いや、まあ、そんなん言うたって、同じ陸軍やからさ、ちょっとって言うたら、天皇陛下が、明治天皇、ああ、昭和天皇かな。じゃあ、俺が指揮持って、自分が、俺が指揮官取ってやるってぐらい激怒してた。どういうかな、昭和天皇。な、お前らふざけんな、みたいな。激怒してて、みたいな。で、鎮圧指示して、みたいな。私が自ら平定するって言って。すごいことやんか。俺がこの機械一揆な。指揮したわけやんか。ということは、青年将校らは、天皇の意見も何もいかんときっと分かってもらえると思ってんねんか。でも言うてんか。岩倉具視はちゃんと孝明天皇と打ち合わせしててみたいな。ところがポコッと1866年に死んじゃってんか。67年どないしようと思って明治天皇が出したことにして出してるわけだからな。そんなん一切ないねんか。会ったこともなければどうこうで。だから失敗して当たり前ねん。これが今言う、統制派っていうのは政府の偉いさんや。軍部の偉いさん。東条英機とかここや、みんなな。で、向こうは、ここどう入って、下っ端や。みたいな感じやね。あと、こんなんも自分でまた調べたらえば、俺が今言いたいのは、こういう今、ちっちゃいことやんか。こんなもっと大きな流れで言いたいわな。もっと大きな流れでもう、見んやん、めんどくさいから。これな、これ見てみ、どんな意見あるから。これ、考えたら、見て。水面下の気違いでよく一応見てもらおうと思ってな。偉そうに言うた以上、これが、まず1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。俺、どれでも喋れるからな、これ。そのぐらい予習はしてるよ。水面下のキチガイ的努力はしてるよって言いたいの。言うてやろ、お前らもっと頑張って水面下のキチガイ努力せよって言うてん。それは今起こった切り口言うてん。じゃあ全体的に見んねん。これ、逆歴史や。なんでそうなったか、なんでそうなったか、今しかやってへんや。なんでそうなったんか、逆算していくねん。逆算。日本史、逆説日本史、なんでそうなったか戻っていくねん。じゃあなんでこんなんが起こったかってなったら、まずこいつは軍部やんか。
まず日清戦争で勝つやろ。1894年勝ったみたいな。で三国干渉でええー、みたいな。日清戦争勝ってな、まず日清戦争勝って、それ1904年や。あ、一躍進や。で次日露戦争1904年や。これ勝った。次第一次世界大戦1914年から18年これも勝った。要するに政党よりも軍部の方が信頼されるようなね、国民からも。だから言うてんか、いろんなことに関して軍部が勘違いすんねんか。だから大変な時でも軍艦作るんだとかな、ちゃうやろみたいな。でこれなんでかって言ったら、これ終わった当時、終わった当時はめちゃめちゃ儲かんねん。なんでかって言ったら、日本っていうのはなんで第一次世界大戦に参加したかって言ったら、日英同盟やるやん。1902年に日英同盟結んでたから、イギリスが戦争するんやったら参加せなあかんねん。その間にヨーロッパまで行かんでもええねん。敵はドイツや。東南アジアとか、あの辺にある中国とかにあるドイツ領をやっつけるみたいな。なら、ドイツなんかそれどころやないやんか。自分が戦争するに行ったやから。だから、その植民地まで手回れん。これ植民地じゃないね。租借地って言うて、そこの国やねんけど、統制権だけ取ってる。植民地は全部自分が、とこがやるけど、租借地やねん。借りてて、主導権だけ持ってるっていうやつを、日本がドイツからもらうよ。引き受ける。あ、ドイツから奪うよ感じ。だからその後全部自分らがしてええから、お金も儲かるし、銅鉱も、まあ、いろんなこと、賠償金も入ってくるし、みたいな。で、第一次世界大戦でみんな大変やから、お金ないやん。どんどん売れんねん、日本のものは。おー言って、めちゃめちゃ売れんねん。でも喜んでたら、ありゃーみたいな。今度は、関東大震災が起こるね。1923年。あっちゃーみたいな。そしたら今まで、よかったの急にボーンとなって、あれ多分鎌倉沖よくたんかな。だから横浜と東京が壊滅状態になったやんか。でうわーみたいな。でやっと23年で立ち上がってきたことだったら、今度は世界恐慌や。1929年にアメリカで世界恐慌、ウォール街で株暴落してみたいな。で1年のうちに1930年に日本に来んねん。あっちゃーみたいな。で、そうこうしてるうちに今度は1931年に満州事変や。満州事変が起こって、おっちょーみたいな。だ今度そうこうするうちに、軍部と政治の動向がまだこうややこしなんだけど、盧溝橋事件って騙しやんねん。中国人がここやったやないか、みたいな。でも、日本人の偽装工作やってんけどな。で、リットン調査団が来て、国際連盟抜けて、みたいな。で、日本は全部敵に回して、みたいな。その翌年に起こったのが、1932年やからな。そういったら、その、いろんなことがあって、大変や、大変や、大変や、みたいな。そしたら、国民にしたって、生活は大変、どうこう大変、おえ、みたいな。だから、政党もしっかりせよ、軍部もしっかりせよ、もう何せももう不満だらけね。なんでか言ったらみんな職失うから、都会におるやつはみんな田舎へ帰るやん。で田舎へ帰っても何もないやん。どうこうないやん、みたいな。不満だらけ、みたいな。だから、政局すっごい不安定やね。そんな全部変えたいからな。ほんで、第一次世界大戦起こった。あ、もう全然話変わるからな。起こった。その時に、両党、ここでな、ほら、バカ売れ、もう勝手にドイツ変えたら変えたら変えたらは、バカ売れしてん。で、このな、中国の両党半島の捕虜を日本に各地連れてきてんやんか。徳島ドイツに連れてきてんけど、そこがすごい頑張ったやんか。で、そこでドイツの奴らがどうしたか言うたら、演奏会してん。それが大工やねん。見てみ。大工の里。鳴門市やから、徳島。
のこの町っていうのは大工発想の町ね。ドイツがここで作ってみたいな、こういうすごいいい話やろ。普通はみんな捕虜とかを虐待したりすんねんけど、この徳島の人らはすごく過保護にみたいな、で交流があってみたいな、いまだにこうやってあるみたいな、これちょっと美談やからな。大工といえば徳島やからみたいな。で、ほら言うてんが、大震災が起こって、ね、要するにどうなったか言うたら、大企業は政府とべったりなんだよ。大企業も損するやんすし、大企業は政府とべったりになって、価格をな、統制してもやらない。要するに、この重要産業統制法ってどういうことかって言ったら、生活必需品、普通やったら500円ぐらいで買えたやつが、いきなり自分らがカルテル、トラスト、コンセルみたいなのを自分らにして1000円にしようってなったら、それしかないねんから、価格統制してるから政府は何も言えへんねん。ということは、お互い勝つねんか。大企業も勝つ。政府も勝つみたいな。泣きを見るのは庶民だけみたいな。もうどこの世界も一緒やねん。こういうことが起こんねん。で、例えばこの、起こった時に、いっぱい普通選挙法が、1925年に普通選挙法なんねんか。何歳、税金なんぼ納めたらやつね。だそこで8議席確保するねん。だどうするか言うたら、治安維持法で弾するねん。わかる？あかんかったらしょっぴって言ってみたいな。あくまでも自分らが勝つようなことばっかり考えねん。で、これが軍縮会議でな。5対5対3対1点、ね、これなんだけど、これは誰かって言ったら政府が決めてん。政府が決めたら軍部がふざけんなって。こんな政府と軍部が喧嘩するね。だからな、軍縮で、これ1930年か。な。で、本当はワシントンもあんねんけど、それはアメリカなんですよね。これは30年やけど。で、この、当時の与党は立憲民政党やね。立憲民政党。で、立憲政友会。で、こいつらが、違反言えないか。お前、天皇の許可なしになんでそれ勝手にお前 OK してんねん。って、イチャモンつけんね。野党が。政権与党が民政党やからな。イチャモンつけんね。ええー、みたいな。仲悪いね、ここ。なら、大日本帝国憲法は天皇が陸海軍を統帥してんねんから、なんで勝手にそれを言うねんってなるわけやろ。なら、日露戦争でもそういうふうになって、治安維持法でも関東軍行ってみたいな、流浄港事件があってみたいな、で鉄道が爆破して自分らがやったみたいな、関東軍のでっち上げやみたいな、で国民からうわー勝ったすごいすごいすごい、 A4 しか報道せんからな、指示受けるわけやんから。だから政府の命令なしに抗議したから言って立憲民政党は解散するんだよ。そして立憲政友会なんだよ。でこの時の首相が犬飼剛やね。これ、1930年やろ ?32 年やからな。犬飼剛。わかる？政権交代した。攻められた。みたいなことやね。陸軍は、こいつらは、陸軍の将校っていうのは、どっちも行動派やね。5.15 の場合は、行動派のうちの海軍。1936年、2.26 の場合は、これの陸軍や、ね。でも、陸と海は全然違うからな。で、統制権、どっちも陸軍交換政府のが、これ、やっとったわけやんか。で、統制ずっと勝てたみたいな。で、今度は、以前、相沢事件で一番ボスをやっつけたみたいな。これやったな。で、政治家と財閥の癒着を根絶する。で、尊敬する昭和天皇が怒ったみたいなこと言うだろ、これ、ずっと。で、世界恐慌になって、倒産して、で、要するに農家とかはもう農産物がおったやから、みんな娘さんを見売りしたりすんねんか。で、中国進出は国際連盟脱退したりとか、貧富の差になったり、政党内閣に対し、何もせん汚職ばっかりしてるやないか、みたいな。で、
財閥のみが超えてるやないかみたいな、庶民が怒るわけやんか。政党に失望して、で、財閥に組んで、で、軍部に期待するわけやんか。これで 5.15 起こるやんか。ほんなら、犬飼一郎氏倒れるやんか。ということは、もう、政党に期待せえへんねん。だから、今まで一党層、与党の一番が首相になってたやつをなしにすんねん。だから、この後の、誰やった犬飼強氏の後、斎藤誠、これ、陸軍やからな。その後の、岡田も陸軍やからな。わかるかな、はい。なんか、だんだんやっぱこれずっとやっていた。もうその細かくやったらもうめちゃめちゃややこしいわ、こんなんが。まだ自分で興味あるやったらやったらええわ。だからこれ買って、立憲改進とイギリス、自由党はフランス。これは、要するに、薩摩とか長州。わかるかな、当時の与党へ、力のところへ、みたいな。ほんで、第1回、1890年に、第1回、議会開くやんか。見て、これ。投票したら、立憲自由党1位やねん。130で。で、立憲改進と大隈重信のとこは41票やねん。で、大政会。わかるってること。これ、すごいことやないか、みたいになるやん。でもな、ね、これ、例えばこう、政党が自由党、板垣大輔、立憲改進党、三つ分かれたって。で、模擬憲法とか出すわけやんか。だから、植木エモリらが出すわけやんか。だから、伊藤博文がヨーロッパ行ったやんか。特にドイツのやから、ドイツ行ったダイナソーとかシュタインというのは。で、これは、一応その、普通の憲法やんか。だから、あと、民法とかは、誰だったかな。フランスの、え、誰だった、フランス、あ、わかれ、フランスの、あ、どれけ、誰かの意見聞くね。まあ、もう忘れた、ええわ。で、貴族院を増設するね。でも、貴族院増設したら、貴族ばっかりがしたら困るから、ちょっと知識人も入れたいね。その時に、家族令を出して、文句伝にするのは、家族とか種族とか男爵とかあったんやか、ああいうのにつけてごまかすねみたいな。で、自民党がこうだんだんこうぬさばってきて、いろんなことやっていくねん。三島事件、おのず福島事件とか、蒲山事件とか、秩父事件とか、で、大阪事件とか、もうやりたい放題やるからな、みたいな。で、この内務卿、この伊藤博文っていうのが、要は、集会条例っていうのを出すねんか、1880年に。治安維持法みたいなもんや。勝手に集会したらあかん、どうこうしたらあかんみたいな。で、人数が集まれて出さなあかんねん。あかんかったら全部しょっぴかれるみたいな。要するに弾圧やねん。集会の許可、警察がおって、みたいな。で、やってるときに、結構、政府は力持ってくるやん。これ言いたいこと言うやん。ところが、官営物払い下げ事件っていうのは、黒田清隆が大阪に頑張ってた五代友厚に、二束三文で払い下げんねん。それを、それちゃうやないかって言うたやつが、大隈重信と違うかみたいな。それで大隈重信が弾圧されて、追放されたりするね。めちゃめちゃ面白いねんけど、それなんか言ったらややこしいなるけど、ほんで、もうどうしようもないからいうことで、じゃあ10年後に、伊藤博文総理大臣やからな。じゃあ、国会開設するよって言ったのが1890年。で、90年にやったら、板垣退助とこが1位になるみたいなやつやね。そしたらその後どうするかって、お金で買収するね。いいわ、まあいいわ。で、大隈重信、官やりとり追放されるよね。なんか、ドロドロで、もう訳分かれんと思うけど、ドロドロ。で、国会を自ら作らせることに成功。で、政党をやっと作っていくねんから。で、今度は、憲法ってあれやん。要するに、伊藤博文はヨーロッパに行ってるから、稲岡氏とか、エステル・モセとか、フランスの、
誰だ、フランスの、フランスの、あいつも出てくるのになんでやろ、わかんわ俺。まあこんなんも塩統制とかいろんなことやったいぶっちゃ。でこノルマントン号っていうのはイギリスのやつが自分らの船員だけ助けて日本人が死んじゃったやつや。でそれで治外法権と完全自主権あるやん、それでなってんけれどもみたいな非難が、あれあれあれ非難が来た。で井上薫が辞任したみたいな。で欧米、井上薫ったらさ6名間作ってダンスばっかりしとってみたいな。で結論的にアウトやったみたいな。こんなんがおれんかったらうまいこといくねん。その後青木酒造やつがおんねんけど、イギリスとうまいこといくねんけれども、ある問題が起こってパーなんねん。それが何か、大津事件やねん。覚えてるか、ニコライ2世なんかなったやんか。本当は死刑やってでけへんかったやんか。でも世界から褒められても日本からふざけんな言うて、青木修造時の外務大臣がもううまいこと言ってたのに、条約改正言ってたのに言うてパーなっちゃうね。まあそれも調べてみや。で今度は山形有朋な、これでも思うねん、このまあ前は山形有朋、そのどういうことか言うたら、こいつ長州やねん、確か長州やねんけど、土佐通りやん、お金で賠償すんねん。ならもう中江町民がもういらん、中江町民って土佐やから、確かもういらんわみたいな。で現地職すんねん。で大津事件が起こるねんか。で外務大臣言うてたろ、今青木修造イギリスうまいこと言ってたのにみたいな、隕石辞任すんねん、かわいそうにみたいな。これうまいこと言ってたら条約改正入れたら、イギリスが一番反対してたんけどな、イギリスがなかなか頑張ってるやないか、おう条約改正考えてもええなっていう時にこの事件が起こって、おいなんでやねんみたいな、な、わかるかな、そういうこと。 でこの時に大正デマブラシー、そうね、天皇機関説やんか、これ言うたよ、見延辰吉、多分ね、美濃毛良吉ってあの東京都知事のお父さんとちゃうかな、お父さんおじさんと、で民本主義の吉野作造とか、でこの時の最相が原敬だよね。なんでかって言ったら、原敬いうとは幕末、あの軍閥関係ないね、薩摩でもないね、長州でもないね、だから平民宰相って言われてすごい人気があってん、けど急に人気が落ちんねん。なんでか、なんでか言ったらな、普通選挙法ってあるやん。これ1925年に普通選挙やねんけど、一人反対してん。みんなから、え、なんでやねんってなんねん。でも彼ら言葉当たらんから余裕あんねんけど、そんなんまだな。選挙だってみんな分かれへんのに、すぐお金で賠償して票が動くのに、そんなん今言っても絶対ダメや、みたいな。で、立憲民主党はブルジュア政党やから、お金持ってたら全部されるからダメや。要するに心配してたわけやんか。丸くすぎなって、天皇制崩壊せえへんかったかなみたいな。やけど、結論的に選挙権お前邪魔しやがって言うて、あの、東京都で暗殺されねん。あるいは多分駅に、あーって血の跡ここで殺されましたって、多分あるわ。俺見たこと、見たけどな。そこでこう、原敬、65歳で殺されちゃうねんか。で、その後、追弾が、ビリケンや。寺内正武って言って、覚えてる？鶴天で、ビリケンで、ビリケン、ビリケン、みたいな。なんかで言ったことあると思って、これビリケン、みたいな。ビリケン似てんねん、通天閣の。で、自分が、おお、俺ビリケンか、みたいな。だから、ボロクソに言われても、おお、そうか、言って、それを喜んでた。ビリケンな。で、米騒動、1918年、米騒動、米騒動が起こんねんか。これ、庶民からも、ねんけど、それでも無理やり強引にバーンとかしててみたいな。で今度はこいつらこの寺内正武っていうのは軍閥やから、まだ反感来ねえから、要するに薩長中心やからみたいな。でこんなおんま走りすぎるから思わないね、こんな本当はもっと細かく言いたいねんけどな、一応はこうお前らが分かりやすいようにな。で薩長出身でもう当時内閣総理大臣はこう、ね、どっちから、薩摩長州からやってんけど、それ以後、平民から選ばれるんだってん。
なら、で、なぜ寺島正武が内閣にな、あの、なったんか言ったら、大隈重信が年取ってたからみたいな、70、もう年やから。彼、83まで生きんねんけど、70で復帰して、え、ちょっちゃうわ。大隈重信83まで生きんねん。あ、さっきのは、ごめんごめん、もう一個、あの、あいつと間違った。犬飼剛ね。大隈重信は83まで生きるから、高齢やからさ、もう元老から、もういらんあいつって何年。でも、大隈重信は庶民にはめちゃめちゃ人気やねん。国葬したってめちゃめちゃ人気やねん、彼。で、そういうことから、再登板するわけや。で、また、いらんって言って、次、寺内正武が来るみたいな。もう、身勝手やねん。で、なぜ大隈重信が再登場したかって言ったら、桂太郎っていうの。で、その後、山本権兵衛。で、これ、倒幕で倒れちゃうねん、こいつら。桂太郎も山本権兵衛も。だから、幕末書は誰もなりたがれへんねんか。そうなん、やられた家やから。だから人気の大隈重信が白屋の花屋が当たったんやんか。だから今度、なんで権兵衛がアウトになったかって言ったら、立憲政友会与党がGメンス事件が起こるねんか。これは、汚職やよ。汚職で、みたいな。国民から非難を送るて、みたいな。もうそんなんばっかりやからな。もうこんなん、やっててややこしいになるけどさ。で、今度、岡田圭介。暗殺した、暗殺されへんかってんやん。腹違いの弟が殺されてみたいな。で、この後に広田光輝が来んねやんか。で、だんだん戦争の世界入っていく。第二次世界大戦入っていくの、だんだん。ほら、思想犯、保護、観察を言うて、思想、弾圧や。考え方を弾圧していくねん。で、軍部とか、現役とか。これな、軍部大臣現役制っていうのは、要するに海軍と陸軍は、海軍大臣、陸軍大臣は、軍閥からしかできませんよっていうことにすんねん。なら、要するに、陸軍、海軍はもう軍人のみしか、採用されへんこと。ということは、内閣、存続でけへんから、その、軍の了承なくな、内閣存続ができへんなんか。要は、軍がどうこうしていくから。で、軍部の力がどん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 強なっていって、いずれ誰も止められへんか。第二次世界大戦。その時に、近衛文麿や。近衛文麿はな、おいおい、みたいな。で、岡田圭介ではなく、義の弟殺された、みたいな。で、クーデター理解、陸海軍の幹部発言で、非営官強く解論。で、みたいな。岡田圭介ひょた、光輝みたいな。これほら、よう悪くなってるやつやんか。で、観察法で、で、同じやな。で、まあ、一個だけ、最後やからな。もう今まで、今言うたことを、最初に言うたことから、後で言うたことはもうどうでもいいねんで、また自分何考えて、うんって、そういう、なんでこうなったんかを言うようにしてほしいねん。で、こう、ちょっと白色や。総理大臣、あれやんか、人務すでやんでみとくみたいなのを、10人だけ覚えよう。簡単やから。ええか、例えば、どこ行く？海？山？みたいな。俺、海が、山がいい。海が、山がいい。みたいな。で、でも勝手に行かれへんか。で、親に聞いてみ。みたいな。オッケー、みたいな。行く？山いい？山行っても行く？山いい？舞親、いいって言うた。行く山いい？舞親、いい。行く山、いい。舞親、いい。い、伊藤博文。く、黒田清隆。次、この、ほんまは三条、三重臣言うて、一ヶ月ぐらい、仮で、臨時で総理大臣すんねんか。まあ、言うたことあるけど。だから一応番号には振ってへんからな。仮やから。で、行く、や、山形有友。で、松方正義。で、行く山、い、行く山、行く、あ、行く山、今や、ごめん。行く山、今。これ、俺、食い入れたから。今や、ごめんな。これ、直してんかった。行く山、今。山、今行く？行く山、今。みたいな。で、舞親、いいって言った。行く山、いつ？今。行く山、いい？舞親、いい。みたいな。で、いい。
ま、待つかで。で、お、お、これ、ごめんね。で、これ、最後、これ、まだ臨時やからな。行く。だから、行く山、行く山、今。いつ行くの、今。行く山、今。今行ってみ。行く山、行く山、今行ってみ。で、親は、舞、親、いいって言った。行く山、いい。行く山、今。これごめんな。行く山、今。今。行く山、今。舞、親、いい。行く山、今。舞、親、いい。これ、順でごめんね。なら、あと、いい。伊藤博美。く、黒田清隆。行く、いや、山形有友。で、まあ、松方正義。みたいな。と覚えていてね。それと、日本のな、やっぱりな。頑張ってるやつな、長生きすんねん。あの、最初はそうでもいいね。伊藤博文は68で、黒田方も59や。で、これも54やけど、その後、山形有友83や。松方正義89歳や。で、大隈重信83や。西園寺金持91や。みんなこの後もめちゃ長生きするからな。80代ゴロゴロおるから。一番早死んだんが、近衛文麿、54やからな。54で一番若く死んでんねんからな。その次が、黒田清隆が59やもん。その次が、61か一人おったかな。だからもう大概みんな結構長生きしてんねん。って言うぐらい。あの、さっきあの、歌われそこのおったや、あの、小田圭介ね、彼がって84歳からな。広田光一って70まで来てるし、みたいな。みんなすごく長生きしてんねん。だからやっぱりな、力のあるやつは自分の健康管理もできてるくてや。だから今日言いたいのは、クーデターっていうのは、ただ普通にどうこうではなしに逆算していって、これがこうなった、こうなった、状況も判断しながら、いろんなことを見ていきましょうって言ってね。ただクーデターは、こんなん、こんなん、こんなんでした。これがこうなります。違うって。もっと自分のことと思ってみるみたいな。これをどうこう比べて、なんでこれがこうやって、なんであかんのやを言えるようになる。これは自分の生活にも応用できるようにしていくよな。今全部調べるまでやっけやんか。俺もこれバーってやってたらどれがどれか分かれへん。説明すんの一個だけしたってまたお前らそればっかり見るからと思って。全体的にクーデターとはみたいな形。もしクーデター起こすんやったらどうやるかみたいなことやね。結論的にはそうやね。もし自分がクーデター起こすんやったらどうやるんやみたいなことだし。これは失敗するで、これは失敗するで分かるよくて。だそのためには数々いっぱい失敗しろよくてね。いろいろ言うだけど。今日はここまで。気をつけ。で、ありがとう。